備のスナイフ買わせるかしら。いってらっしゃい。あなたがミヤビ？お前は誰だ？やっぱり目つきが違うわね。これなら期待できそう。うん、そうだね。絶対だよ、ミヤビちゃん。おい、お前ら。ミヤビが誰だって聞いてるんだ。さっさと名乗れ。あら、こっちの中堅はいじめがいがありそうね。中堅だと？リョウビちゃん、待って待って。いじめるなら、リョウナちゃんをいじめて。リョウナちゃんも中堅よ。まあ、仕方ないわね。お手、お座り、チンチン。はしゃぐんじゃない、バカ犬。くー、もっともっと。行こう、ミヤビ。僕たちは変態に構っている暇はない。そうだな。構っている暇がない？両備たちは月仙女学館の生徒と聞いても。月仙？前任の養成校か。ならば、私の敵だ。待って、話は最後まで聞いて。両備たちは姉妹揃って蛇女に転校しようと思ってるの。転校？なぜだ？理由はいろいろあるんだけど、簡単に言えば、両備たちは善人より悪人の方が向いてるみたいだから。そうなの。絶対蛇女に転校したいんだわ。ずいぶん漠然とした理由だな。しかし、悪人を目指す者に理由を問うのはマナー違反だ。転校したければ勝手にするがいい。来る者は拒まず、それが蛇女だ。さすが元選抜チーム筆頭、話がわかるわね。でもその前に、あなたで蛇女のレベルを確かめさせて、両備が入るにふさわしい学校かどうか。なんだと？ミヤビに対して失礼だぞ、お前ら。イム、よせ。そこまで言うのならいいだろう。相手になってやる。そうこなくちゃ。ただし一つ言っておくわよ。私の忍び転身は一味違うから、その目でよく見ておきなさい。ほう、どう違うんだ？大きくなるのよ、胸が。悪の誇りを舞い掲げるわ。任務開始。はっ、いいものって。これはどう？力みなぎる。
劉備、なかなかやるな。劉備の勝ちねと言いたいところだけど、みやび、どういうつもり？全力で戦わないなんて。お前が知りたかったのは蛇女のレベルのはずだ。私が全力で戦うかどうかは問題ではないはず。それはそうだけど。それでわかったか？ええ、悔しいけど分かったわ。あなたの実力の底が見えなかったのは劉備の鍛え方がまだまだ足りないから。そうか、では合格だ。転入手続きが終わったらお前は私のチームに入れ。みやび、僕は反対だよ。こいつなんだか嫌な感じがする。あら、中堅ちゃんは劉備のことが怖いの？調子に乗るなよ。お前の口を閉じさせることなんて簡単なんだ。中堅はおとなしく飼い主に従ってなさい。なんだと？やめろ。そのエネルギーはすべて修行に向けろ。そうすればお前たちはもっと強くなる。わかったわ、みやび。あなたのチームに入れてもらう。これからよろしくね。ああ。
絶対激しくするよ。いってらっしゃい。じゃあ次はリョーナちゃんの番ね。きつく激しくテストして。さっきからお前は何なんだ。リョービちゃんの双子の姉のリョーナちゃんだよ。絶対よろしくね。気にしないで、ただのド M の変態ですから。筋金入りの。ひどいよリョービちゃん、そんな風に言われたら絶対気持ちよくなっちゃう。こいつも試験を受けるのか。実力あるから心配は無用よ。実力だけじゃないよ、おっぱいもあります。信じられないなら確かめてもいいよ。ほら、おっぱいおっぱい。ちょほな、外でそういうことはしないで。確かに筋金入りだな。まあリョーナの力は実際に戦ってみればわかるわ。そうか、ならば行くぞ。はーい、リョーナちゃん精一杯頑張ります。悪の誇りを再立てです。みやび、悪の誇りを舞い固めよう。いざ、火炎の魂に舞い散れ。はた散れ。忍び、これでテストには絶対合格ですね。うん、いいだろう。力は申し分ない。じゃあこれでリョーナちゃんも仲間だね。みんな絶対仲良くしてね。ああ、その力歓迎しよう。なんだか納得できないけど、これでメンバーは5人だ。戦力は揃ってきたみたいだね。だから中堅は黙って従っていればいいのよ。また中堅と言ったな。だってあなたとミヤビって飼い犬と飼い主の関係にしか見えないから。ふざけるな。僕とミヤビは幼馴染だ。幼馴染？そうだ、
お互いに両親が忍びで、子供の頃からよく遊んでいた。今度飼い犬と飼い主なんて言ってみろ。その時はお前を。お姉ちゃん、大きな声は怖いです。何あなた、いつからそこにいたの？っていうか誰なの？そいつは紫、私たちの仲間だ。へえ、よろしくね紫ちゃん。おっぱい見たいなら見せてあげるよ。結構です。そんな遠慮しないで。あれ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 、助けて。お姉ちゃん。へえ、イムちゃんと紫ちゃんは姉妹なんだ。リョウナちゃんとリョウビちゃんと同じだね。みやび、本当にいいのか、この5人のメンバーで。ああ、実力が確かなら性格など何でもいい。蛇女の復権を成し遂げるにはやるべきことが山積みだ。それじゃあとりあえずどこから手をつける？まだ抜け人の足取りがつかめていない以上、先に半蔵の連中に借りを返すことにしよう。確かに後者の城を失ったのも元はといえば半蔵のせいだしね。さあ、いよいよ戦いの始まりだ。蛇女の誇りを取り戻し、再び高く掲げるぞ。はいはい。